はい、泰楽の窓です。今回の話題、日帝時代の佐渡金山、朝鮮半島労働者の賃金が未払いだ。今回はこういった話題からお届けしてまいりたいと思います。これより前にすでに公開しております動画、韓国の反日団体バンク、日本は佐渡金山で強制労働、ポスターを世界中にばらまき始めた。こういったタイトルをつけてお届けしましたけれども、今回はその続報という形になります。現在日本では新潟県の佐渡金山の世界遺産登録が進められておりますけれども、これに韓国政府も支援する反日活動団体ですよね、バンクが、日本は当時の朝鮮人に強制労働させたと主張して、世界遺産登録を阻止しようという動きを始めております。彼らはさらにですね、ここに来まして、戦後日本から帰国して、帰っていった人たちですよね。要するに、その当時の朝鮮人労働者への賃金が未だに払われていないと、こんなことまで騒ぎ出しました。どんな内容かと言いますと、当時のですね、朝鮮人労働者1140名、総額23万1059円59銭、こういうお金があるそうなんですけども、この金額が未払いで、これは1949年2月25日に未支給賃金としてですね、供託されたということであります。その後約10年経った後に、供託金の時効、これが過ぎて国庫に編入された、こういう経緯があるわけです。これは当時の債務者としては太平工業株式会社佐渡工業所、こちらになるわけですけれども、そして供託機関が新潟地方事務所相川出張所、こういうことになるそうです。ただし日本政府は1965年の日韓請求権協定で、今回騒いでいるものも含めて全て解決済み、こういうことであります。平たく言えばですね、もうご清算済みで、問題は韓国政府がそのお金を本人たちにね、分配していないだけでしょと、こういうことですよね。自分たちのインフラ事業だかなんだか知れませんけれども、すべて政府が使い果たしてしまっただけではないのでしょうか。らしいといえばね、らしいんですけれども、昔見たホームドラマに出てくる出来の悪いドラ息子は、まあそんな役があったかと思いますが、もうね、お小遣いあげたでしょ、何に使っちゃったのと、こういうことですよね。あんたまた何やってるのということでありますけども、その程度のレベルにしか私には見えません。これが先進国のやることなのかと思うわけですけれどもね、正直恥ずかしくないのかと言ったところです。ただこれ、相手のことばかりね、日本人も言っていられませんで、そんな韓国側の主張を支援する日本人がいるから、日本という国はね、本当に今一体何なんだと思うわけです。まず先ほどの情報でありますよね。労働者当人らが日本から出国して自分の国に帰ってしまって、行く当てのなくなった未払い金でありますけれども、それが国庫に納められるまでの記録資料を確認した人がおります。これは市民団体、強制動員真相究明ネットワーク小林久友事務局次長、こういう人であります。日本の国立公文書館、そして新潟地方法務局、こういうところに行ってね、わざわざ確認したということです。まあここまでの話であるならば、単なる過去の来歴確認ということでね、いいんでしょうけれども、この人がね、実はこれを確認してこんなことまで言っているそうです。民事供託をしようとするなら、当事者、債権者に供託するという通知をしなければならないが、このような手続きを踏んでいないことから、法律的に成立した供託だというのは困難だ、こんなことを言ったそうです。本人に通知も何もですね、あの戦後の混乱期の中でみんなとっととね、本人たちは帰ってしまったわけですからね。それでも10年経った後にも、あのバイト代まだもらってないんですけどと、こう名乗り上げる人間もいなかったわけです。そしてさらにはですね、この先ほどのね、小林という人物、こんなことまで言っているそうです。
日本による植民地支配時代佐渡鉱山に動員された朝鮮出身の生存者がいるのなら当時の体験に関する情報を提供してほしいと、こんなことまでね呼びかけているということであります。何をねそれを聞いてやるつもりなんでしょうかね。これそれからもう一人います。福岡大学の広瀬貞三さんと読むんでしょうかね、名誉教授という人物が三菱工業佐渡工業所以外のところから出てきた新たな数字だ、少なくとも2000ほどと推定される佐渡鉱山の朝鮮出身労働者のうち1140人が資料として証明された形となったと、こんなことを言って喜んでおります。こういう人たちは韓国で騒いでいる連中と全く同じで、要するに請求権協定には触れない、もしくははぐらかす、おそらくこういうことだと思います。当時日本政府はこの問題に対して韓国側がちゃんとねその人たちの名簿を出してくれたら個別に直接召喚するとこのように言ったんですよね。そしたら韓国政府は何と言ったかというと、個人への保証は韓国政府が行うので日本は韓国政府へ一括払いで頼むと、こんなことを言ったんですよね。結局それで日本政府は無償3億ドル、それから有償2億ドル、民間借款3億ドルということを実行したわけです。それからその他に経済援助も含めて11億ドル、こんなことまでやったということですよね。日本が半島に残してきた53億ドル分の資産も全て放棄でいいですよと、このようにやったわけです。ですからこれ締めて全部でいくらになるんでしょうか。もう本当に100億ドル近くなるんではないでしょうかね、実質的に考えたら。1140人だかなんだか知りませんけれども、そうして個別具体的な話を向こうが出してくるのならば、韓国が請求権協定で約束した個人への保証は一体誰に実行したのか、そういうこともね日本に対して言うべきですよね。先ほどの市民団体と大学教授ですよね、この日本人2名はそんなに当時の朝鮮人労働者が気の毒であるというのであるならば、日本に対してではなく韓国政府に向かって保証してあげなさい、かわいそうでしょと、このように言うのが筋ではないかと思うんですけれどもね、どうなんでしょうか。はい、続きまして今回ご紹介するタイ人の声でありますけれども、結局彼らはですね大東亜戦争当時のネタ話を創作して未だに日本との交渉駆け引きに使っている、こういうことだけだと思うんですけれども、今回はですねこんなタイ人の声をそういった意味でですねご紹介したいと思います。まずはこんな投稿、中国や韓国がなぜ日本が祖先の霊に敬意の念を示すだけで騒ぐのでしょうか、たとえ仮にその中の一部に戦争犯罪者がいたとしても中国や韓国はやりすぎではないでしょうか、戦後賠償の他に何を求めているのですかと、こういうことであります。今回はこちらに対するタイ人の声を見てまいります。まず一人目、私もいつも疑問に思っていました、国家間の歴史を理解しようとしては見たものの、誰かのコメントを待ちますということでね、よくわからんとこの人はね言っておりますね。それからシンプルです、戦争は勝者が英雄で敗者は犯罪者となる、ただそれだけの話ですよと、こういうね見方も当然ね正しいと私は思います。それから南京で日本を非難する話がネットで溢れていますからね、しかしではなぜラオスやカンボジア、ベトナムにアメリカ、タイだって戦時中の隠されたひどい話はたくさんあるのに、それは今非難されないのでしょう、どんなものであっても戦時中のことを非難されるなら皆同じでなければなりません、国それぞれが主張する文脈を見てみましょうと、これはこれで一つのフェアな意見であるとは思いますけれどもね。はい、それからもう一つ、次はこんな意見ですね、子孫が自分たちの先祖の魂を敬うことは取り沙汰されていません、しかし政府の名のもとに行われるのが問題だと思いますということでありますけれどもね、まあ、個人で行く分には勝って政府がね国がねそれを代表してやるべきではないなんていうのはね、よく日本の政治家、野党や左派勢力がねそんなことを言いますけれどもね、
それを言ったらただ世界中の国々で自国政府が取り行う慰霊祭などは全部ね一律廃止しなければいけないと、こういうことになってくると思いますけれどもね、どうなんでしょうか。それから日本が物質的にも精神的にも世界の中で発展した国だということです。ドイツと比較することはできませんと、こういうね意見もあります。それから私は日本の狂信者です。確かに第二次大戦当時の日本には悪い評判もあることは事実です。しかし現代の日本人と触れ合ったことのある人なら誰しもが謙虚で自己主張することを好まない人たちだと知っているでしょう。自分の国の先祖を敬うのかそうでないのかはその国の問題です。たとえ中国や韓国にとって彼らがどんなに悪人であったとしても、日本人が先祖に手を合わせないように命じる権利はありません。もう日本に対して非難するのはやめてあげてください、とこういうね意見でありますけれども、これに対して話をまとめてなるものかということなんでしょうかね。思いっきり反論が来ております。南京の話は日本の教科書に載せて日本の子どもたちに知らしめるべきです。私は日本の皇帝の邪悪さについて学んできました、と。これはどう考えても中国人側のね人のコメントではないでしょうかね。タイでねこんな反日教育をやってはおりませんからね。これに返信です。日本に求めていることがあるのならそれに応じて国際司法裁判所へ行ってください。もしも ICJ が取り合わないのであれば、あなた方の主張も無意味だということです。あなたがそうして訴え続けることは理解していますが、私もあくまで私の意見を述べました、ということでね、あなたがと言っちゃってますね。もうね、完全に見抜いてるんでしょうね。それからもう一人返信。国際司法裁判所がそれを問題とせず棄却したらどうしますか？あなたは日本に宣戦布告するつもりですか？戦場の最前線に立つ覚悟があるのですか？愛国心はわかりますが感情的にならないでください。世界はそんなに広くありません、とこういう意見であります。これもね先ほどの人と同じくね、あなたがと言ってますね。これにまた先ほどのねその前の中国側と思われる人の、返信が来ております。私も個人的な意見を述べているまでです。ドイツはナチスの過去を教えていますが、日本では侵略の話を載せている教科書を見たことがありません。戦場になる覚悟があるのかというならそれでも結構です、ということであります。それからもう一人コメントですね。なぜ南京を言うのですか？本当に多くの犠牲者を出したのですか？なぜ？どんな状況で？こういうねコメントもあります。そしてもう一人、日本の天皇陛下がなぜもう神社を訪れることがないのかについても知る必要があります。そんなに簡単な話ではありません、ということでね、まあこの人はねいろんなことをね知っているんでしょうね。まあ今回ねこの話にまた突っ込んじゃうと時間が足りなくなってしまうんで、これはねこういう意見があるということでご紹介するにとどめますけれども、それからこんな角度からの意見もありますね。民族主義的な韓国人が日本人との結婚がいかに多いか、統計グラフを見ると分かります。これは日本人とだけでアメリカやその他国では見られない傾向です、ということですけれどもね、そんなに多いんでしょうかね。まあただねここにグラフに載っておりますけれども、まあそれなりに一定数はいるとは思われますけれどもね、ただその中には日本に帰化した人がまた改めてと言いますかですね、また再度韓国の人と結婚すると、こういうパターンもあるとは思いますけれどもね、どうなんでしょうか。それからそれは不思議な話ではありません。日本人の祖先は韓国ルーツで DNA が最も近いと言われています、と、こんなこと言うねコメントもありますけども、これに返信です。それを言うなら人類の祖先は皆アフリカ人ですよ、ということですよね。それから最後にもう一つ返信ですね。その話で言えばメソポタミア文明も韓国人でなければなりませんよね、とこんなね返信もありました。
まだまだコメントは続きますけれどもね、このスレッド非常に長い投稿でありますけれども、今回は一旦ここで終了させていただきます。ということで今回も最後までご視聴誠にありがとうございました。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録、ベルマークのクリック、もしよろしければ高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。今回冒頭で取り上げた話題、佐渡金山で働いていた人の賃金未払いの件でありますけれども、当然日本政府としてはこれ取り合うはずもなりませんよね。しかしこの後彼らが次に必ず言ってくるのは強制連行だ、強制労働だったというね、こんな話もついて回ると思います。バンクはすでにそんなポスターまで作ってネット上でばらまき始めている、こんな状況であります。さらにはこれが良いネタだと分かればですね、佐渡金山ここで働かされていた労働者の銅像なんて言ってですね、またそこかしこに立て出す、こんなことをね始めるかもしれません。もう誰の目にも明らかに先が見える、こんな話ですよね。日本としてどうすべきなのか、結論はすでに出ていると思います。ネットの声がね政府に届いていないとも思えません。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。